足のサイドの部分の形状を変更、腰を5ミリ延長と腰アーマーの厚みが省略されている部分をプラ板で追加。こんにちは、ナオです。今回はメッサ F 型ネイキッドの製作の第2回目回収の続きをやっていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきたいと思います。まずは肩のフレーム表現を再現する加工を行っていきます。今回の肩フレームなんですが、この接続軸の周りをプラ板で囲ってフレーム風に仕上げたいと思います。あとフレームが外側に出っ張るので腕の軸も延長します。まずは試作品を作りたいと思います。最初から寸法を測ってちゃんとしたものを作るのって結構難しいんですよね。私は普段試作品を作って改良箇所を見つけて次のバージョンを作るという作業を行っています。こんな感じにプラ板を貼っていってフレームっぽく仕上げていきます。はい、試作品なので形状を変更したいときは直接切っていきます。こんな感じですかね。外装もフレームの形状に合わせて形状を変更します。はい、外装をつけるとこんな感じになりました。うん、悪くないですね。はい、次に試作品をベースに実際に使用するものを作っていきます。この段階ではできるだけ正確にサイズを測ってパーツを作っていきます。試作品ではコの字だったんですが、下の部分もちゃんと作ります。はい、取り付けるとこんな感じになりました。この時点でさらに改良する部分がないかを確認します。ちょっと簡易的なフレーム表現ではあるんですが、今回はこれでいきたいと思います。次に腕の軸の長さを延長したいんですが、軸に肉抜き穴があるのでパテで埋めておきます。パテが固まったら余分な部分を削ります。次に延長する部分をプラ棒で作ります。4ミリの丸棒の面を平らにした後、中心に1ミリの穴を開けます。腕の軸にはあらかじめ中心に真鍮線を通しておきました。穴の開いたプラ棒を適当な長さに切って接続。さらにプラパイプを重ねて軸の太さを合わせます。余分をカットした後、一度取り付けてみます。動きが硬い場合は削って緩めます。これでフレーム表現と腕の延長が完了しました。フレームは角に C 面をつけたり、ディテールを追加するとさらにそれっぽくなると思います。はい、続いてバックパックの形状変更を行います。バックパックの基部の形状はネイキッドとほぼ同じ形状なので加工が楽ですね。まずは余分をカットしてヤスリをかけて平面を出します。平らになったらプラ板を貼ってディテールを隠します。両端の羽の部分も少しボリュームが不足していると思うので、ここにもプラ板を貼っておきます。接着剤が乾いたら形状に合わせてプラ板をカット。ある程度形状が出たら隙間を瞬間接着剤で埋めます。隙間が埋まったらナイフやヤスリで形を整えていきます。この丸い部分は市販パーツを使うと簡単に再現できます。次に足の形状を変更していきます。設定画と比べるとかなりかかとの形状が違いますね。 HG メッサーの足首の関節はフレーム構造ではなくかなり簡易的なので、その影響もあって全体的に形状が変ですね。本格的に設定に寄せようとすると足フレームがないと難しいので、今回はかかとの形状の変更にとどめたいと思います。カットする場所を決めて毛がき針で線を引いておきます。次にその線の上を丁寧にカットします。カットしたらプラ板を貼って形状を整えます。
あとは設定画を見ながらプラ板を貼り合わせていくだけですね。はい、かかとパーツはこんな感じになりました。元の形状と比較するとこんな感じ。あと足首の丸一モールドなんですが、縦にラインが入っているのはちょっと違和感があるので修正しておきます。ここは市販のパーツを貼り付けてもいいんですが、今回はプラ板からラインを切り出して貼り付けてみます。はい、比較するとこんな感じです。これはね、また変更する可能性があります。そして最終的に赤いパーツの形状はこんな感じに調整しました。このスラスターカバーの形状もちょっと違いますね。ここはリューターで削って形状を出します。はい、これでいいでしょう。足のボリュームアップも今回行ったんですが、ここは前回も行ったので詳細は省きたいと思います。そして最終的に出来上がったのがこちら。前回よりもボリュームアップしたので、より設定画に近づいたんじゃないかと思います。工作で消えてしまったモールドも彫り直しておきます。はい、モールドが復活しました。今回の動画にはありませんが、設定画にあるモールドも追加していく予定です。次に抜きの都合で甘くなっている箇所を復活させます。この追加装甲のような箇所なんですが、ワンパーツなので本来の形状であろう部分がうまく表現されていません。なので山のラインに沿ってナイフを入れて形を出していきます。はい、これでディテールが復活しました。はい、次に腕の回収を行っていきます。まずは前腕のこの部分にモールドを追加します。ガイドテープを貼って毛書き針で線を引きます。さらにこの線をガイドにして 0.5 ミリ幅のタガネで線を太くします。はい、できました。あとこの部分、形状が結構角張っているんですが、設定画に合わせて丸みを持たせます。はい、結構変わりましたね。この部分ももっさりしていますね。ここも削って丸みを持たせます。なかなかいいですね。あとこのパーツは後はめ加工が必要になるので、この内側の部分にパテを持って埋めておきます。はい、パテが固まったら後はめ加工を行います。前腕のこの部分ですが、かなり目立つ合わせ目が出ます。この合わせ目を消した後でもパーツを分解組み立てできるようにする加工を後はめ加工と言います。今回は関節の隙間から2ミリ外側を切り抜いて、こんな感じにスポッと抜けるようにしました。まずはノギスで2ミリの位置に線を引きます。その線に沿って縦に刃を入れて、あとはこことここをカットします。はい、うまく切り取ることができました。余分に刃が入ってしまった部分などは瞬間接着剤などで埋めておきます。はい、後はめ加工はこんな感じですね。あとは MG でよく見かけるあれを作りましょう。この部分に 0.5 ミリの段差があるので、これをうまく利用したいと思います。この四角く切り抜いた部分にパーツをはめればいい感じになります。四角いパーツはウェーブのバーニアパーツを加工して作りました。実際に加工していきましょう。バーニアパーツをくり抜いて、プラ板を腕に接着、隙間は瞬着で埋めて、余分をカットして形状を整えます。はい、できました。次に腰フロントアーマーのダクトの形状を変更します。フロント腰アーマーのダクトなんですが、キットのままだとちょっと小さくてエッジが分厚いんですよね。
なので設定画に合わせて大型化したいと思います。最初に元からあるダクトの部分を削ってフラットな状態にします。このまま削っていくと穴が開いてしまうので内側をパテで裏打ちしておきます。新しいダクトは市販パーツを使います。このままだとキブよりもダクトの方が大きいのでパテでキブを大型化しておきます。そしてこのパテを削って形状を出したのがこちら。この形状に合わせてもう片方も削っていきます。基準となる方と比較しながら少しずつ削っていきます。ある程度形状が揃ってきたらヤスリで面を整えます。最終段階でノギスでサイズを測り微調整を行います。はい、これで両方のダクトが完成しました。次に頭部のアンテナを再現します。アンテナの基部は最初はパテから削り出そうとしたんですが小さすぎてうまくいきませんでした。なのでプラ板を削って再現することにしました。アンテナの部分は 0.5 ミリの真鍮線です。なかなかいいですね。はい、ここまでいかがでしたでしょうか。次回最終回は塗装を中心に完成までの工程を予定しています。お楽しみに。